今回です、ね、あの僕がコンサルを受けたいときにですね、えっと、こういった考えで、えっと、受けた方がいいか受けないべきであるかっていうのをですね、ちょっとまとめてお話ししていきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。あえっと、これ僕のコンサル生から最近ですね、2日前ぐらいに来たメッセージなんですけど、あのまあ、お疲れ様ですで、で聞いてください、この2日でなんと売り上げが2000ドルを超えたと思いますって来たんですよ。で、次の日にですね、あの今日も1000ドル超えたと思いますって来て、 いや3日で3000ドルいった人って多分、うん、新記録じゃないですかね、僕のコンサルセの中で。多分、多分新記録。でもまあ、本当おめでとうございますことで。でも、このおめでとうございますってうのも、やっぱり今まで、まあ、コツコツ、その僕のやり方通り、僕のやり方や、まあ、教材通り、 教材通りに、やっぱり素直に、えー、実践していただいたからこそ、こその結果なので、いや、僕もほんとしいですね。いや、3日で3000ドルとかすごいっすよね。うん、多分めっちゃすごいっすね。まだ始めて何ヶ月ですか ?2 ヶ月とか3ヶ月ぐらいですよね、多分 えっと、ああ、そうですね、6月の20ぐらいなんで、ちょうど3、4ヶ月ぐらいとかですね。うん、すごいですね。いやー、すごいな。いや、ほんとおめでとうございますってことですね。で、あとですね、まあ、僕が、その、僕、毎年ですね、100万円ぐらいですね、やっぱりコンサルを僕が受ける側で受けたりとか、まあ、あとはスクールですね、スクール。 スクールに入ったりとか、あと教材買ったりとか、本買ったりとか、まあ知識に自己投資してるんですよ。今だとオンラインサロン、なんか SNS のオンラインサロン入ってたでとか、SNS マーケティングだっけな、なんだっけな、SYK っていうとこなんですけど、これ入ってたりとか、あとはスクールもまだ多分払い終わってないので、えっ、ー、と、これは電子書籍のスクールですね。 これは多分年末ぐらいに払い終えるんですけど、ちょうど1年間で、が50万。で今 YouTube のコンサルも入っていて、これも50万かかったんですよ。50万かかったんです。今この3つぐらいですかね、スクールとコンサルは。で、基本は、 毎月、まあ5冊、最近5冊ぐらいしか買ってないですね。あんまり最近買ってないんですね。5冊ぐらいとか。まあ教材だったら、例えばノートとか、うん、そうですね。いいのあれば買うかなって形で、教材ちらほらみたいな。まあ買ったりしますね。 で、僕も毎年です。毎年っていうか、もう去年ぐらいからなんですけど、その100万円ぐらい毎年使おうって思ったのは。で、例えばこの電話、最近だと、このオンラインサロンは安いので、まあ置いといて、まあ電子書籍と YouTube って結構コンサルじゃない、コンサルじゃ高額じゃないですか。50万、50万って。で、電子書籍も、毎月やっぱり数万入ってくるんですよ。印税として。だから、いずれもと取れるんですよ。いずれもとが取れるんですよ。 多分そうですね、2、3、2年ぐらいかな、スパンで言うと。多分2年ぐらいで元取れるんですよ。で、元取れるってことは、要は、マイナスになってないんですよ。マイナスになってないんですよ、ここ。マイナスから、プラスに転じたんですよ。転じたんですよね。 それ考えた時に最初50万円で負債かもしれないんですけどその50万円を払うことによってあのまあ、例えば2年後に元が取れてでそれからですね作った本っていうのはそのままスライドして残るのであの3年4年5年6年7年8年10年20年っていう形でまアマゾンがある限りはで自分の本が出版されてる限りはお金が入ってくる一つの資産としてあのカウントされるわけなんですよ。だから あこれね、ちなみに電子書籍のこあオンラインサロン、オンラインじゃなくてスクールって、教材もらって、で、あと1回だけで <laughs> あの対面、対面っていうか、1時間ぐらい対面で教えてもらって、あとなんか、勉強会とかあるんですけど、勉強会、もう僕出たの多分数回なんですよ、本当に数えるぐらいですね、片手で。 だからこれでですすね50万円払ってるわけなんですよそれでもですねやってよかった理由っていうのがやっぱり毎月数万円入ってきていずれ元が取れてその後プラスに転じるからだから50万円払ってやらなかった自分よりも50万円払ってやった自分の方が最終的にプラスになるからこういったスクールとかこういったコンサルっていうのは受けた方がいいんですよ絶対。僕は本当に受けてよかったですね。 あと、YouTube のコンサルに関してはですね、えっ、ー、と、個別ズーム僕1回しかしてないんですよ。これも多分、そうですね、20分ぐらいでしたね、1回だけ。で、あとはですね、ズーム勉強会を、勉強会、多分出席したのも5回ぐらいかな。5、6回とか。5、6回して、 で50万円払ってるんですけどでもこれも本当にやってよかったなと思ってなんでかって言ったら今ちょうど3か月目ぐらいなんですけどもうこの50万円って今月でペイできそうなんですよ今月でペイできるんですよじゃあやらなかった自分っていうのは今まで50万円払わなかった自分だったら0円だったんですよ YouTube の広告費用が あの要は、一生0円だったわけじゃないですか。知識に投資してないから。あのしかし、去年の暮れにですね50万円払うことによって2、3か月間で元取れてじゃあ、4か月目からずーっとプラスなんですよ。ずーっとプラスなんですよ。ずーっとプラスで。 あの収益を生み出してくれるんですよだから何が言いたいかっていうとその元が取れるんだったら1年後でも2年後でも3年後でも5年後でも元が取れるんだったら全部それってプラスなんですよ。その間に経験したこととかチャレンジしたことってあの絶対に自分のですねあの知識であったりとかあとは自分の,あの経験値になるんですよ。 まあ例えばその同じ仕事をずっと一生やってる方よりも例えばいろんなスクールとかいろんな教材いろんな本を買ってあのいろいろ勉強してもらった方が経験値とかが圧倒的に増えるんですよだからそれを考えた時に例えば昔僕30万円ぐらい YouTube のコンサル入って1円も稼げなかったんですけどこれだと完全にやる意味がなかったんですよ経験値にもならなかったんですよあまあこういったコンサルもあるんだなって感じだったんですけど あのしかし今のコンサルだとかスクールって、まあ、結局最終的には元が取れる流れになってるのでだからあのコンサルをもし受ける立場であればやっぱり長い目で見ても元が取れるものを絶対やった方がいいんですよで長い目で見た時に元が取れるってことは最初の01が簡単なものがいいですね簡単なもの 例えば、月に1万円稼げれば、稼げればもう僕からしたら成功なんですよ。だから逆を言うとですね、僕はあの月に1万円自分の知らない分野で稼げるコンサルとかスクールがあれば入りたいんですよ、それ。まあ、例えば、電子書籍とか物販とかアフィリエイトとか YouTube とかブログ以外に、 月に1万円稼げるスクールとか物販、あ、物販じゃなスクールとか教材とか、コンサルがあれば、僕はもうこれからどんどん入りたいんですよ。何かって言ったら、月に1万円稼げるあの経験さえいれば、その今までやった時間とか労力っていうのを掛け算すれば、別にそれで5万円でも10万円でも20万円でもいけると思うんですよ。で、その労力っていうのをかけたくないときは、まあ、クラウドワークスとか、 クラウドワークスやランサーズとかでまあ外注さんで外注化して自分の時間を確保すればいいだけなんですよ。僕今この50万円の YouTube の方もあの外注さん45人ぐらいやあの雇ってるのでやっぱりその分時間を短縮しているってことなんですよ。 だからやっぱり月に1万円あのホワイトの手法で稼げるのであれば僕はもうバンバン投資する価値はあると思ってるんですよ僕のコンサルタンでも月に1万円ぐらいだったら本当に簡単に出してるので数か月であまあ早い人だと本当に1週間2週間で出ちゃうんですけどだからそれを考えた時にその例えば出品数がまあ200品で1万円出ましたとじゃあ500品やれば 200品で1万円は簡単にいきますよね。仮に100品で1万円だとしてじゃあ逆に1000品やれば別に10万円入ってくるしでその10万円っていうのが毎月入ってくれば年間120万円ですしで10年間やれば1200万円じゃないですか。だからこそこの最初の01っていうのはすごい大事なんですよ。簡単に1000円でも5000円でも1万円でも稼げるあのスクールとか。 えっと、コンサルっていうのを選ぶべきで、で、このスクールとかコンサルを選ぶときに一番あの注意してほしいのが、えー、っと、あれですね、ランニングコスト。ランニングコストが、まあ、できればゼロに近いものがいいですね。近いものと、あと、プラットフォームに依存しすぎないもの。しすぎないもの。 例えばランニングコストゼロだったら例えば広告費をかけないと収益上がりませんっていうビジネスモデル例えば5万円月に広告費かけるけど5万円が10万円にもなるかもしれないし5万円かけて2万円の場合もあると思うんですよ。 だからこういったコンサルとか教材とか手法っていうのはやりたくないんですよ。あとは外注さんを雇いまくって、それでも外注さんを雇ってマイナスに転じるかもしれないじゃないですか。だからできるだけランニングコストがゼロに近いものっていうのをやるべきなんですよ。だから僕がやってる、まあ、YouTube はコストかかってるんですけど、電子書籍は実際にあの無料で出版できますし、まあ、物販に関しても外注さんも使ってないですし、 あとはツールも使ってないので、まあ、まあ基本を比較的ランニングコストはゼロでやってるって形ですねツールも使ってないので,でプラットフォームに依存しすぎないものっていうのはやっぱあのまあブログとか google のアップデートとかでブログが県外に飛ばされるとかあと YouTube とかもですね基本あんまり依存したくないんですよ YouTube も広告剥がされたら終わりなのでチャンネル版とか動画の削除とかがあるので。 だからそれ考えた時に、まあ、プラットフォームに依存しすぎないものとランニングコストがゼロに近いものっていうのを、まあ、選ぶべきでありますね。だからまあですね、まあ、まとめると、まあ、結局僕も毎年100万円ぐらいかけてるんですけどやっぱりですね伝承籍だったり YouTube のコンサルとか両方これ本当にやってよかったなと思っててやってよかったな理由っていうのが確かに内容的にはそんなに多分 1>, 1回対面したりとから個別の20分ぐらいしかやってなくて50万払ってるんですけどただもうですね元が取れるんですよ確実に2つともで元が取れてその後ずっとプラスであのプラスに転じるじゃないですかだからマイナスマイナス100万からスタートで,で最終的にプラマイゼロに数ヶ月で行くじゃないですか1年後とか。 じゃあその1年1ヶ月後からはあの101万102万105万120万200万という形でプラスに転じるんですよだからプラスに転じることを転じるまあ副業、まあ、プラスに転じる自己投資をするってことがすごい大事ですねでまあこんな感じで是非参考にしてみてくださいまあもしいい部分が1つでもあればですねいいねとか良かったらくださいじゃあ失礼します